子育て世代への10万円給付をめぐり、静岡市浜松市が現金給付の意向を示しました。国の方針が揺れる中、県内の自治体にも影響が広がりそうです。3会派で緊急要望をさせていただきます。静岡市の田辺市長に今朝要望書を提出したのは、静岡市議会の自民党と公明党などの3つの会派です。要望したのは、現金かクーポンかで揺れる10万円給付についてです。政府は18歳以下への10万円給付をめぐり、自治体の実情に応じて現金給付も容認する方針を示しました。現金給付の場合の基準などについても、今日補正予算の成立後に示す考えも明らかにしました。補正予算が成立した後、速やかに地方自治体にお示しできるように、今まさに現在、地方自治体の皆様からご意見を伺いながら、検討を進めている。要望した静岡市議は、現金での給付を望んでいる家庭が多いことや、クーポンの手続きにかかる行政への負担軽減などを理由に、全額を現金で納付するよう求めています。しっかり検討して、スピード感を持って対応したいというふうに思っています。この要望を受けて、保険ではなくて現金の方が望ましいということで、国の方にも全国市長会を通じて訴えてまいりたいというふうに思います。田辺市長はこの場では明言しなかったものの、関係者によると全額現金で支給する方針を固めたということです。また浜松市も今日、罰則などがない限り現金給付して迅速な支援につなげたいと発表しました。政府が当初示していたクーポン支給も検討していた三島市。しかし今はどちらでも対応できるよう慎重な姿勢です。現金給付だったら事務的には非常に楽なんですけども、もう一方で市内の経済のことも考えなきゃなりませんので、そうした方々からの期待もあるわけでございますので、そういったことを踏まえていろいろと検討して、いい方向に行くようにしたいというふうに思っております。ですから今のところ検討中だということで。10万円給付をめぐる動き、自治体は政府の情報に日々左右される状況が続きそうです。